お待たせいたしました。本日はジャエポ東海2018 DMM パブ G ブースより DMM ゲームス公式大会パブ G ジャパンシリーズアルファリーグの模様をお届けしてまいります。さあ実況は私岸大が、そして解説はスモモさん、そしてインタビューはにエッカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先ほどね第1ラウンドでは、かなりね激しい試合ありました。はい。でパブスモはかなりね川が多くなって、まあ、お互いねちょっと川のせめぎ合いもありましたけれども、改めて振り返っていかがですか、スモモさん。まあ、そうですね、やっぱ今回僕見てたと思ったのは、結構みんな回復でやっぱし生き残ろうとしている動きが目立ってましたね。はい。まあ、ズーペンギンも回復見えてましたし、あと川でみんな登ってる時に川の対岸別のところで、はい、どこのチームだったか覚えてないんですけども、回復しながら、少しランク上げようって方いたんですよね。ああいうの見てるとやっぱ、まあ、この動きで少しでも、まあ、ランクを上げようという動きが見えましたね。なるほど。そしてエッカさん、改めて振り返っていかがでしたか。いやなんか結構縮まってから、そのチームで動くっていうよりも個人個人で動くっていうのがよく見られてて、本当にちょっとでもばらけて残る、一人でも残るっていうような感じがすごい、スモモさんもさっき言ってたんですけど、そういうのが、そういうチームがすごい見かけましたね。うん。そして、まあ、先ほど勝った、ズーペンギン含めた5人の、まあ、5チームですね。うん。上位5チームは、予選の結果の、まあ、上位チームではないチームが、はい、まあ、今回上の方まで上がってきたというところでは、まあ、対戦慣れ、そして練習期間、やっぱそういったところでね、相当この日のために練習を積み重ねてきたんだなというふうにも感じますよね。まあそうです。今特に今って結構海外スクリームが日本でも盛んになってきているらしいので、はい、やっぱそういうところでやっぱ練習量がやっぱこのね身になってるんじゃないかなと思いますね。こうなるとやはり、まあ、先ほど下位のチームはより上の、ランクまで上げていかなければいけない。そして、まあ、2試合目で、まあ、やはりもう1回ズーペンギンが上位5チームあたりに入ってくると、だいぶこの後のリーグ、楽に戦えそうですよね。まあそうですね、やっぱそのプレッシャーからは少なくとも解放されるので、はい、まあ、そこから心の余裕っていうのも生まれると思いますよ。まあ、あとはね先ほど、まあ、デトネーションゲーミングもそうですし、サイクロプスやアスリートゲーミングもそうですし、まあ、より上位を狙いたいっていう、まあ、細かいコツコツとした動き、そして一人でも生き残ってやるぞっていう動きも見れましたので、はい、まあ、そういったところにも、この後の試合注目となります。さあ選手の方も、現在、準備が始まっておりまして、第2戦目第2ラウンドに向けて備えている状況でございます。こういったところの、ね、気持ち、エッカさん、はい、まあ、かなり選手の方もねちょっと1試合目でこうだったな、ああだったなって多分反省点があった中で、インターバルを挟んでこの第2ラウンドということでね、はい、修正してきてますかね。そうですね、まあ、なんかいろんなチームがここには何このチームがいるっていう風に結構もう分かってると思うんですけど、はい、逆にこのチームがあそこに絶対降りるから囲おうみたいな、そういう戦略もあるかもしれない。なるほど、もう降ろさせないと、うん、むしろなんか毎回行くから今度はその陣地を自分たちのものにしてやるっていうね、そうです奪い合いみたいなのもね、あるかもしれないですね。確かに僕が最初見て思ったのは、はい、バナナマンが最初ミリタリーベース降りたと思うんですよ。行きましたね。あの時も一人がその、ミリタリーベース中央にいて、他の二人がちょっと離れてたんですけど、はい、中央に降りることによって、もう俺ら降りるからかかってこいと言って、もその動きをしたおかげで離れていましたね。確かに最初の一つのアピールになりましたよね。なりましたね。一人降りたなら他4人も降りるだろうっていうアピールがその一人によってなされたと。はいはい。さあ、間もなく、選手の方、スタンバイが始まりまして、第2試合の方に移ってまいります。まあ、第2試合、まあ、1試合目はかなり、北に寄ってから今度は南に寄るという、はいはい、結構ね、面白い動きはしましたけれども、はい、2試合目がね、どういうパルスの動きかで、まあ、動き方も変わってくると思いますけれども、はい、やっぱりこうやって、まあ、統計でやっぱり今回、はい、フェーズ1は9試合あるわけですよね。はい、まあ、ですからその9試合でどれだけこの柔軟に動けるかでやっぱりランクも変わってくるわけじゃないですか。そうですね。特にやっぱ今のエリアって結構特殊だったじゃないですか、はい、川を挟んで、でもああいうのって結構あるから、はい、結構みんなああいう動きを想定した練習もしてると思うんですね。まあ、こうなった場合、最悪の場合こっちの方がいいなというところでの選択と、はい、というのをみんな考えてると思うので、はい、まあ、やっぱそういう知識を詰め込んでるチームが、まあ、やっぱ今後も上位になるんじゃないかなと
思いますね。まあ、ここに来てほしいというよりかはどちらかというと最悪のことを想定した動きもあるかもしれないということですね。そうですね。さあ PJS アルファリーグ第2戦目いよいよスタートとなります。今回は西から東にかけて中央を横断するような形でこの輸送機が動きました。さあこの動き方はいかがですか。そうですね、この動きだったら、まあ、ポッチンキあたりに、まあ、誰もいなかったら取りたいですよね。なるほど。取りれば多分エリアもそんなあの、まあ、真ん中あたり多分寄ると思うので、はい、まあ、ポチンキ取ればあの少しも時間の有利も取れるんじゃないですかね。さあ今回最初に降りていったのはオラクル、そして、このままあバナナマンミリタリーベース行きますか。これはもうは俺らの島だと言わんばかりバナナの、ね、栽培地になりましたね。ミリタリーベースはね、これかなりこの後のリーグ、はい、バナナマンイコールミリタリーベースってなりますよね。なります。もうしかし見てる僕たちからしたら 100% になりますよ。なりましたね。あ、さあ一方ポチンキ、降りている選手が、ちらほら見かけますが、スカーズ、ここは、レバリエが見えます。かなり広い位置で、分散して取れる、むしろ4人でばらけることによって相手を寄せ付けないような形で、はい、これポチンキ独占ですか。それスカーズ、まあね、スカーズ 前回の試合もポチンキ取ってましたね。なるほど、ポチンキはスカーズ、そしてここのミリタリーベースはバナナマン。しっかりね、アイシャマも先にねバギー取って、はい、相手に取らせないぞと。一方こちらノボレプノエはシーキングジョーゼ率いるラスカルジェスターですね。これも前回確かノボ取ってましたね。取ってましたね。こうなると言ってたことばかりですよ本当。そうですね、この後次の第3ラウンドでは降りたくないですもんね。さあ、周りの選手、一気にですね、あ、これ船で移動している選手いますね。パブグルですか。そして USJ クロックボックスも移動していますが、これまさか渡っていきますかね。渡ってザーキの方に行くか、まあ、北のジョージに、まあ、船を持って移動するかってことですよね。北のジョージって車のスポーン場所がちょっと少ないんですね。なるほど。まあ、なんでまあその車のスポーン状況を解消するために、まあ、ボート持っていったんじゃないかなと思います。さあ先ほど上位に食い込んだサイクロプスアスリートゲーミング復帰録がこのプリズンです。どうですかこのプリズン。なんかまあ、序盤に降りるというよりは途中で、はい、探し当てる方が多いのかなという印象はありましたけれども、まあ、確かにあの物資量的にも大して美味しくないですね、はい。まあ、ただそれをみんな知ってるから、まあ、来ないから意外と穴場になるっていう可能性はありますよね。なるほど。さあここロソビアンコですね。あ、今あれですね、ジュピターノバが1名やられましたね、はい、ジュピターノバ1名脱落、はい。さあすでに交戦も始まっている状況。そしてミルタは、現在6番、あ、 USGおブロックボックス、これ上陸した後事故がありましたかね。おそらく事故ですね。こういうこともありましたかね。まあただこれ何回も気絶してしまうとこのゲームあの起こすのに時間が短くなってしまうんですね、はい。なんであのすぐにあの HP が減ってしまって、まあ、倒れやすくなってしまうので、まあ、ちょっとなかなか気絶するの痛いかもしれないですよ。でも何があったんだって気になる。おーおーあーリーズヘルト大丈夫か。おおおおおおいやこれ芸術点あげたいですね。ドラレンコロソビアンコ芸術ポイント今回なかったですかね。拍手さあドラレンコロソビアンコ、ロソビアンコはイタリア語でこれ紅白って意味ですからね。そうなんですね。全く赤と白ありません。さあこちら来ましたね。しっかり技を確保しました。やっぱりここは一人で壁地を荒らすような動きですね。こういったあのチーム、まあ、よく見かけますけれども、はいはい、まあ、リスクも伴うと思うんですがいかがですか。まあ、やっぱリスクも伴うんですけども、 おっとここちょっと待ってください。はい、V3F V3 フォックス呼び呼びだけこれいますよ。あ、本当ですね。ポチンキにこれポチンキですねこれ。まあ、ただこのスカーズの動きを見る限りはこれ数は分からないですけど、まあ、敵いることは気づいてるみたいです。これ一人で呼び呼びポチンキ勢どうするのか。これダウンを奪われるともう起こせないぞ。これはどういう状況で来たんですかね。どういう狙いですかね。まあおそらく、まあ、何かの理由ではぐれてしまったでしょうね。ただ一方こちら、はあ、秋葉原これはエンカウント GG はここで入っていくんですがパブグルが先に入っていますね。もうマス君気づいてます。おこれは囲まれている。どうしようもない。4人囲まれてグレネードまで飛んでくる。呼び呼び、しかしグレネード失敗。味方が食らっているか。さあこれはチャンスか。呼び呼び目の前にいった。さあ
晴らしい。レバリエダウン。そしてここで死亡一人です。おっと車が外してしまってますね。ワンオンフォーから呼び呼びスーパープレイが生まれるか。キルログだけでね、何とかまず一人は倒して、はいはい、あの味方も喜んでいる、そしてボイスチャットも喜んでいると思うんですが、もう絶望の中、ああ離れましたか。無理な戦闘を避けましたね。やっぱ上にいる方が有利なので、はい、まあ、不利な戦いは避けましたね。さあ一方ここパブグルは先に、この陣地に入ってましたので、まあここは秋葉原エンカウント GG からするとかなり厳しい状況。上を取ってここ強いですもんね。そうですね、ここを制覇する方法は、まあ、グレを使えばなんとかなるんですけれども、はい、まあ、それもなかなか難しいですからね。ただヘルメットがないというところでは、まあ、ちょっと怖い部分もあるでしょうか。移動していきます。ただ先ほど呼び呼びよくね耐えましたね。そうですね、まあ、あの1キルをして、まあ、あの敵逃げてきましたからね。これ1名生存というのは十分、このポチンキ、まあ、はい、いるだけでも十分ですよね。まあ、そうですね、もしあのポチンキここは、まあ、仮に最終エリアになったら、まあ、この、ね、あの呼び呼びがいる位置に、まあ、みんな来れますからね。これスカーズの判断はいかがでしたか。スカーズの判断は、まあまあまあ、無理にはキルは取らず、まあ、悪くない選択肢だと思いますね。まあ、それよりも物資をせん、あの優先しようという考えじゃないですか。まあ、ここで一人にかけるよりは、まあ、一気に、はい、まあ、このまま逃げていって物資を確保して次に備えたいといった動きですか。あ、これ物資取りに行きますかね、サイクロプスアスリートゲーミング。中身ちょっと気になりますね。はい、今、物資の方向に進んでいます。さあサイクロプスアスリートゲーミング、ここ決まりロンドが動いています。あ、ただスルーしましたかね。 M249 そしてミリタリーブッドさん、これでも中身あオーケー。サイクロプスアスリートゲーミングまさしゲット249 5.56 200発バーチカル、そしてミリタリーブッドにアドレナリン注射、十分と言っていい物資ですか。そうですね、特にこの M249 は弾が、まあ、100発200発入ってるんですね。まあ、これが大きくて、これあの、まあ、M249 で使うのもいいし、あの味方に、まあ、あの渡してもいいんで、はい、まあ、弾200発ってだけでも、まあ、大きいんじゃないかなと思います。これ249の強さっていうのはこのスクワットにおいてどういうふうに発揮されますか。はい、そうですね、やっぱ100発結構速い連射速度で撃てるので、はい、あの車を壊しやすいんですよ。なるほど。なんで、まあ、あのそういう車を壊す動きでは、まあ、どの武器にも負けないんじゃないですかね。なるほど、まあ、そういった M249 の使い方も見ていきたいところです。さあ一方こちらは USG そして戦国ゲーミングデストロイ、こちらがマンション側そして橋側ですね。つばぜり合いが行われています。一方このフリアデビー通信機に打たれていますが、まあ、車への被害だけで済んでいる状況です。 3TV スパイダーこの後ろから、追いかけていきます。ここ打っていったのはサンシスタースーサイダーズですね。今タイヤがあと一発でパンクされそうになっていたので、はい、まあ、危なかったですね。パンクしてたらスピンしてしまって、まあ、逃げれなくなってしまうんですよ。なるほど、よかったです。まあ、危機一発といったところでしょう。さあ一方オラクルラム肉はここは接敵してますね。 USG、 あ、 USG バラバラに動いていてアキラがここだけなんですね。結構今回バラバラに動いてるチーム多いですね。そうですね、現在20チーム76名生存となっております。ここお互い逃げていく状況ですね。まあ、見つけてもう交戦したくないといったそんな状況でしょうか。ラム肉は若干警戒してますけれどもね。さあ一方アキラは逃げていきます。さあこちらジュピターノバです。ああ、 DT スベリオンのカケルが見えていますかね。そう、若干距離ありますね。この距離は弾が落ちるので偏差しないと難しいんで、まあ、あんまり打たないんじゃないですかね。やっぱその打っても当たらなければ弾の浪費になってしまうので、はい、まあ、節約という意味でも打たない選択肢もあります。ただいるよという、まあ、3発4発打つ感じでしたね。はい、DT スベリオンはまあ先ほどの、ジュピターノボからすると 300m 先 400m 先ぐらいですかね。かなり遠い位置にいます。これ打ち始め、まあ、今画面に映っている右下のマップはだいたい 400m 四方ということで、はい、まあ、マップには映っているんですけど、はい、何 m ぐらいが打ちやすい距離というのはありますか。その、まあ、当てれるかなという距離、そうですね、武器によっても違うと思うんですけど、まあ、だいたい 300m ぐらいになるとやっぱ球が落ちてくるので点差が難しくなるんですよね。はい、なるほど、だいたいそこら辺じゃないかなと。400m 超えてやっぱ倒すとやっぱおーってなりますね。はあはあ、特に 7.62 はね、はい、あの弾速が遅かったりもしますけども。あ、そうですね、また 7.62 は弾速遅いですけども威力があるので、はい、その分ではやっぱその逆に狙撃に使う人いるんですよね。うん、まあ、特にね SKS とかね、はい、まあ、一発の重みはありますしね。 AKM もそうですけれども、はい、そうですね。さあ一方こちらジュピターノバ、サレナそして67ナスティ含めて、しっかりとガトカを取っている状況ですね。
ここ取れたのは大きいでしょうか。さあ一方こちら V3 フォックス、そしてスカーズが近くにいますが、さあ一方こちらですね、車で移動している選手もいます。デトネーションゲーミングと白虎組、アルファズール、そしてデトネーションゲーミングが分かれるように移動していきます。これは車乗りながら多分場所考えてるんじゃないですか。今おそらくエリア収縮中なので、はい、このエリア収縮決まってから行く場所を決めるんじゃないかなと思います。次のエリアが出るまでしっかり車で移動しながら、はい、どこに位置づけようか考えてる状況、考えてると思いますね。さあ次のエリアがそろそろ発表されます。まずは、ここはしっかりと、丘の上を取って打たれない位置を取りましたデトネーションゲーミング。一方アストロナインも車で、右側で移動していますが、1人ダウンしましたね。アストロナインワンダウン、これ安永から打たれましたかね。これは起こせないでしょう。さあここど真ん中です。ポチンキを中心としたど真ん中になりました。ローズホックはフリー、そして水上の家もフリーです。北の方、路族、学校あたりは、はい、物資量がそこまでないんですよね、なんで、取る価値がないと思ってチームが多いのかもしれないですね。なるほど。さあここはリューゼフェルト警戒しますね、はい、ロッソビアンコがこの畑付近を取って味方の援護をして全員で入っていく、そんな動きです。丁寧ですね。今丁寧でしたね。ちゃんとあの味方の2人の車が、まあ、打たれずに動けるように今見てましたもんね。さあ一方こちらプレイヤー JP、 ズーペンギンは4人でやはりこれは家を取らない選択ですね。そうですね、山を取ってで車で壁を作りつつ、まあ、周りを見渡すと。でも山って確かにこうワンチャンスありますよね。こう車で移動してくればここに4人いるのかという形で撃たれてしまいますからね。ありますかね。よく特にここの道路って、はい、あの道路の上も危険ですから、はい、まあ、なるべくみんな道路を走らずに下の方を走るんですよ、まあ、大体このズーペンギンがいるあたり。これ今南側から少し顔出しましたね。 200m 先にいます。さあこの南側には何番でしょうか、オレンジのマーカーが見えます。一方こちらはバナナマンです。バナナマンと DT スベリオン、そしてジュピターもいますか。かけるどこにいるんだこれ。 DT スベリオンが一人だけジュピターノバの囲まれてますね。なるほど、この位置ですか。ただ気づかれてないんじゃないですか。なんかあのこの家警戒されてないですよね。そうですね、ちょっと2世帯住宅っぽくなってますよねこれ。サレーナ、あ、気づかないぞこれ。ジュピターノバやばいですよこれ。打ち合い始まるか。さあサレナは気づいているのか。カケルとの打ち合い、さあ間もなく目の前に現れそうだが、ちょっと反応はしてますよね足元にね。これは、まあ、カケルはもう動けないでしょうね。この動きにカケルと、あ、滑りましたか。大丈夫ですね大丈夫ですね、ギリセーフです、はい、いやでもこれやっぱあとジュピターノバの人はこれ気づいてないですね絶対。足元バンバン立ってますからね。これいつ動きますか。まあそうです、後ろをとあの右ですかね、右を通り過ぎた後に打つんじゃないですか、おそらく。やっぱあの後ろから来るとは思わないんで、普通に、これバレてないのは間違いなくかけるも分かっていますけれども、はい、いつ出るかと、ただなぜここに DT スベリオン1人いるのかと、まあ、味方がやられてる可能性はね十分考えられますけれども、まあそうです。ただこれ1人もしあの先頭すると、はい、まあ、自分が気づかれて残りの2人、3人に囲まれてしまうので、なかなか戦闘したくないですよね。これ物資もないですもんね、ウージーだけ。そうですね、あとベストバックもないですもんね、はい、相当自利品ですねこのかける。まもなくなんか打ち合いそうな匂いはしておりますが、ただどちらかというと、ジュピターノバは、他のチームを探っているような状況でした。一方個人こちらです、教会側に、あ、ここはデトネーションゲーミング、そしてその下にはスカーズが広くこの個人機を持っている状況。ただ一方こちら、左側ですね、V3 ホックスは、スタンドの家ですね入ってます。ここの家強いですね、ここの家あの車を置いておくと、もうどのエリアになっても移動しやすいんですよ。スタンドの家に空き巣の V3 ホックス。さあ一方アストロナインもポチンキにいます。やっぱエリア中心なんで集まってきましたね。そうですね。さあ V3 フォックスはこの位置を取っていきます。やっぱり 2階、そしてまあ3階もある家は強いですよね。まあそうですね、ただ3階に行くとデトネーションゲーミングの境界から打たれてしまうので、はい、まあ、3階も行くとちょっと危ないですね。これいろんな仕組みが出てきてますよね。デトネーションゲーミングは上を取ってその、スタンドの家を取れる、はい、ただスタンドの家は他の家を打てるっていう、はい、なんか仕組みができてます。さあ一方こちらサレナが目の前で索敵をしています。 DP を持っています
これエッカさんだったらこの状況どうしますか。これ動けないですよね。ただ見えてるんですよね。ちらほら見えてる、ね、足音も立てられないこの状況もどかしいですね。でもサルナも少し警戒してるんですよ。なんかここの家部屋まで入ってこないじゃないですか。そうですよね。面白い状況ですね。さあ一方ブッシュを取りに行きます。あーシーキングジョーズ、俺の餌だと。これは取りに行く AWM。 そしてサンヘル8倍、完璧だ。これは強いっすよ。しかもシーキングジョーズは本当にスナイパーの技術、はい、もう長けてますからね。味方に渡すのもよし。ただもともとレベル3メットかぶってたんですよ。誰かに渡しに行きますかね。もしかしたら可能性ありますね。他の人拾ってと。お、ずっといてる。見えるぞ、これはチャンスか。ここはかけない。いつかけるのかと、いやこれ面白いですね。一方的に見れてる状況なんですね。そうなんですね。だ相当サルナもなんか警戒してるような動きしてますけれども、なんかさっきもしかしたら音は聞こえて、はいはい、いるかもしれないっていう挙動かもしれないですね。まあそうですね、まあそうです。なんかこの ジュピターノーバーの人は、はい、まあ、明らかに多分車線そんな通ってないはずなんですよ、外に対して、はい、なんで周り警戒してますね。なるほど。さ一方こちら次の収縮が始まります。ノラ連合ロッソビアンコは、かなり独立して、北東側ですか、はい、かなりフリーで動けそうな状況にはなっています。あー南側寄りました。さあこの寄り方どうなりますかね。この寄り方は、まあ、もしかしたらポチンキがエラーになるかもしれないので、その武器選びも大事になってくるかもしれないですね、はい、例えばその紫外線になるので、まあ、ショットガン、サウマシンガンを拾うという選択肢が、まあ、いつもより増えますよね。なるほど。さあここはサンシスタースーサイダーズがまずいち早く移動していきます。さあ一方あマオタエペック、あこれはこれ落下ですね。スタックしてますかね。もうこれ起こせるのか。起こしてそうですね。これどうなってる、どうなってるんですかね。アスファルトで完全に埋まってるが、なんか埋まってますよね。これどうなるんだこの。さあ一方打ち合いが始まっている。ズームにズームにしっかり USG のクロックボックスを倒すことに成功。そしてグレネードでフィニッシュまで。素晴らしいグレネードキルを稼いでいきました。これもあれですね、やっぱ道路の上を通ってる人を狙った感じですよね。この動き、ズーペンギン、家を取らない動きです。さあ一方警戒、移動しながらカーを拾っています。サンヘルも持っている、十分と言っていいでしょう。さあズーペンギンはすでに、マオタイペックスこれおそらくこれ、車で引っかかってる、引っかかってた、多分車から出てスタックした、はい、感じですね。おお、まだチャンスあるぞ。あるある、まだ、ガリル JP、まだ大丈夫、ガリル JP 起こしてあげて、起こしてあげろ。味方を倒してブッシュを拾う、もうこういう判断も必要でしょう。一方ラスカリアスタータコマヨ、この八角の中に入ろうとしましたけれども、クリーマーしっかり止めました。さあ一方ってきた、ここはなんと争う。さあアメケンダウン、ここは剣術のエース12系ショットガンです、タイガです。いやーここはしっかり剣術が抑えました。タコマヨをここで復活させます。シーキングジョーズ、いや今の集まり方ちょっとかっこいいですね。普通にかっこよかったね今、いやーでも先ほどのシーン面白かったですね。アストロナイン、そうですね、あれはちょっと起こせなかったのかわいそうですけどね。もう無理だ、無理だったですね、俺を倒して文章を拾ってくれっていう、ね、あもう声聞こえますね。うん、面白いシーンでした。さあ一方この位置を取っていますが、上から14番が見えてきています。14番はパブグルです。パブグルが北から、そしてラスカルジェスターが今南側、この位置八角付近で、対抗していますが、さあ一方その奥にもいますね、この体育館付近。このパブグルの位置は、まあ、相当強くて、一方的に視界が通るところ多いんですよ、まあ、それでいて、まあ、本人たちを伏せればどっかも打たれないという場所になっているので、まあ、相当な強ポジになりますね。もう全然ね、家とかはないんですけども、やっぱり上、はい、高いところを取れているっていうのが、はい、やっぱ大きいです。しかもちょっとへこんでるんですよね。なるほど、そこがだいぶ強いかなと。パブグルはいい位置を取れていると、はい、そんな状況が続いていますが、さあここは外からアキラが入ってきていますが、天国ゲーミングデストロイ、アーク、そしてロリちゃんあたりが狙っている状況でしょうか。その奥にはオラクル、 UVICM1 人、そしてその下には三河屋サブなどのオラクルメンバーがいますが、ここは小屋から出ていきます。オラクル
あ、パックしましたね。今滑りましたもんね。そしてもう燃え始めているので USG のアキラはこれ逃げるしかない状況でしょうか。今のところ USG はアキラさんしか残っていない状況ですね。ただオラクルの UVI チームは今巻いてますかね。どうですかね。ちょっと回復回復してましたね。もうリーゼフェルト、トラレンコ、ロッドビアンコ、これはここでエリアを確保するんですかね。あ、でもちょっと打たれてますね。さあ収縮始まりまして、そして収縮は間もなく終了。次のエリアが出ます。次のエリアは、西側に寄ります。この寄り方だとクレストゲーミング、ズーペンギンは外から、そして今打ち合っている野良連合の白子組、そしてロスのビアンコ、これお互いの野良連合が打ち合っている。まあこれお互い、まあ、結構なんかライバル視してましたからね。そうですね。さあ野良連合同士、しかし横からこれはクレストゲーミングが入ってきている状況でした。ヨッピーが取りました。ここは白子組が上、そしてロスのビアンコが下。さあ連合同士の戦い。さあ一方こちら八角に入っているのは、パブグルです。リーファが入っています。またここエリア外れているので移動しなきゃいけないですね。なんですけども、おそらくこの見方だと、車ないですよね。これ車ないのでギリギリ走っていくしかないですね。ここサンシスタースーサイダーズはいい形ですね。そうですね。ここ今エリア中央になってまして、まあ、ここ相当強いですね。ど真ん中を4人で確保しました。まあ、しっかり塀もあって家も取れている、はい、かなりいい状況ですよね。いい状況ですね。そう、車で近づいてくるやつも先に撃てるとかなり強いですね。さあこちらですね、クレイジーサム、まあ、ここには他のチームは近づけない状況ですかね。あ、近づけないでしょうね。やっぱ近づくと撃たれますし、あの降りた際に山の上から撃たれる可能性もあるんですよ、はいはい、そういうのを考慮すると、まあ、なかなか移動はできないんじゃないかなと。そう、ここ e スポーツ、カフェゲーミング ESC ゲーミングのセロジャの横、車が過ぎていきました。なんかこれ一人で、あ、上にもクラッシュ、あ、いますね。一人ダウンさせられています。 ESC はほとんど、残りがいません。まだ20チーム63名が生存ですが、かなり一人で、活動している選手もいるところでしょうか。さあここはバナナマン、そしてこちらはクレストゲーミング。さあクラット、この目の前にシキルがいます。戦国ゲーミングゲストリーがいます。かなりこれ3チームでの小競り合いが始まっています。8番、20番、19番、こちらの戦、チームで戦国ゲーミングゲストリーが19番こちら。ただ横から撃たれている。野良連合、ね、白子組もいます。こういう場合はこんなに状態にしまうので、これ下から、まあ、はい、壁にしたり、まあ、スモークとか使って、まあ、自分を隠す必要がありますね。これ下からも車来てますよね今。あ、来てますね。あー、ズーペンギンはギリギリでこれ入っていく選択、そしてぐるっと回っていく状況ですかね。今毒の中入ってまで移動してますね。まあでもあの動きをすることで、まあ、敵が撃ってこないっていうのもやっぱ選択肢あるので。ただ撃たれてますよ、ズーペンギン。ズーペンギンも交戦を始めました。さあ7番のズーペンギンも交戦を始めましたが、さあ一方で、パブグルがしっかりキルを取っている。そして、ズーペンギンもキルを取っています。戦国デストロイの、ロリちゃんがここでダウンしました。さらには DT スベリオンのノリアもダウン、はい、さあ一方白子組ダウン、そしてズーペンギンはまだキル6が発生していない。むしろキルを取っている状況です。プレイヤー JP 相当攻めてますよ。プレイヤー JP 攻めてますね。さあ相当攻めている。さあ素晴らしい、アークを落とした。戦国ゲーミングデストロイ、アークが倒されました。はい、ディティスブリオンが全員やられてしまいましたね。そうですね。ただ次のエリアも出ていますよ。さあラスカルジェスター、そしてパブグル、そしてアストルナインのガリル JP、 そしてサンシスタースーサイダーズはど真ん中で取っています。相当これは有利と言っていいでしょう。サンシスターは上位いくでしょうね。間違いないですか。間違い今のところはないですね、はい。さあ一方そこから入っていかなければいけないのが右上、こちら V3FOX、 そしてタイクロプスアスリートゲーミングの決まりロンゾまだ残っています。こうなるとポチンキは、歩いてくる人たちは、まあ、田んぼを走らなきゃいけないんですよ、はい、そうすると一方的に撃たれてしまうので、まあ、車がないとちょっと進んでしまいますね。車がないと厳しい、はい、そして車があっても撃たれてしまうといった、まあ そ, ね、そんな状況も考えられますよ ね, すね。さあ上を取っているのはパブグル、そしてその、左側にはラスカルジェスターのタコマヨ、シーキングジョーズ、マロンがいます。さあここでの AWM は炸裂しますかね。まあ、それ山なので、はい、まあ、特に炸裂しやすいでしょう。しかも、まあ、シーキングジョーズは、まあ、スナイパーライフうまいですからね。さあこちら、ヤクセルはこれサイクロプスアスリートゲーミング、さっきも残っていました。
かなりこれ一人で残っている状況ですが、ここでオラクル、ラムニクがダウン、そして AEG、ゲタがダウン、パブグルのリーファがダウン、一気にここからキルオが加速しそうな、そんな展開です。さあ AEG の黒い銃がここは回復をしに行こうとしますが、もう車で移動。さあ間もなくあと30秒で次のエリア収縮が始まります。さすがにです。さあここは仲間よ、グレネードを受けながら前に進みます。まずは中で回復、こちらは、範囲内です。無理して戦闘する必要ないですからね、まあ、ここからは、まあ、そうですね、スモークとかも使ってその自分の外から来る敵に対しての視界を塞ぎたいですよね。なるほど、ここからやっぱり視界を塞ぎつつ、はい、なんとか自分たちは生存したいと。そうですね、もうこの小屋にも多分敵集まってくると思うんですよ、方向的には、はい、まあ、なんでそれを撃たれないようにしつつ自分を撃つということです。さあここはナスティ、軌道が流れています。ブーメイキングのラッシュがダウン、タイクロップのアスリートどんどんダウンしていきます。デトネーションゲーミングアクセルも、そして、天国ゲーミングデストロイシキルもダウンしている。さあ一方ここはパブグル、パブグル対、ここはどうでしょうか。その奥にいるはデトネーションゲーミングも見れました。さあ2ペンギンプレイヤー JP も残っています。そして AEG ファイヤーマイト、クロイジーも残っているが、プレイヤー JP なんとか1人で残っている状況。さあこちらはパブグルのソルリア、後ろでは味方が復活させています。さあここでプレイヤー JP がダウン、これズーペンギン、これ全員ダウンしましたかね。さあスペクター JP になってしまいました。さあ一方でこちら、中央から今度は東側によってガリル JP 一人残っています。ただ打ち合っている、これ1対1での打ち合いか、いやこれロストビアンコとの打ち合いですかね。ガリル JP 残っていました、一人で残ります。そしてシーキングジョーズはこちら、どんどんエリアがこの後狭まっていきます。何もありませんけれども、これ最後の、はい、最後と言いますか、ここの収縮はいかがですか。そうですね、ここはあの、いや何もないんですけども、ただ、はい、高低差はあるので、まあ、高いところがおそらく有利になるんじゃないかなと思います。高いところが有利となる、はい、山を使って、あと木も、まあ、生えてるので、木と山と、あと車も使って、まあ壁にしたいでしょうね。壁にしたいといった、はい、そんな車も移動したいが、そろそろ爆発させる。結構車の耐久度もね、ここまで来ると下がっているものですからね。そうですね、まあ、しかも山の上で壊してしまうと車動いてしまったりもするんですよ、はい、なので壁としても使えなかったりするんで、まあ、ちょっと止め方、壊し方もちょっと、まあ、一部いるかもしれない。これ夏の方は、外から入っていく戦術ですね。残り30秒で収縮が始まりますが、移動してきます。タコマヨ、これかなりバラバラで動くラスカルジェスターの判断。そしてサイドを取っていきますね。パブグルを挟む形でシーキングジョーズ、マロン、そしてタコマヨが3人で挟んでいくんですが、この上にはクレストゲーミングもいます。クレストゲーミングがどう動くか、打つのか、それとも決定するのか、先に反応した。さあマロンしっかり死角を取っています。さあ一方でこちら、マロンはギリギリで入っていく選択でしょうか。上を取っていますね。周りクリアリングしますね。そしてしっかり上を取っているので一方的に打ち合える状況を作り出します。素晴らしいラスカルジェスター。ただ収縮が始まっている、収縮が始まっている。さあ打ち合い、打ち合う。さあクレイジーさんのマロン、マロンも2キロ取っていますが、この小屋ガリル天秤、サンシスタースーサイダーズ対、ここはアストロナイン、ここでダウン。サンシスタースーサイダーズはなんとか被害はありましたけれども、ほとんど被害なく小屋を取ることに成功しました。ただあの小屋は今エリア外れてしまっているので、はい、そこから移動するのは辛いですよ。さあ一方ここ黒いじ一人で耐えています。秋葉原エンカウント GG、 黒いじは目の前のラスカルジェスターに対抗していますが、残りはこちら詰めてますね。黒いじダウンさせました。ラスカルジェスター、ここで残り上位3チームに入ります。3チーム9名生存です。さあこれは北側、東側、南側に3チーム3名ずつが残りました、はい、これはラスカルジェスターが高いところをキープできているので、まあ、相当強いですね。ただ小屋に入っているのはサンシスター、そして畑はグローバルマンジュ、呼び、そして、こちらのウィスキーフォックスです。あとグローバルマンジュ気づかれてますよ。これ厳しいですね、グローバルマンジュ。一方呼び V3 フォックスもなんとか耐えている状況です。ギエピーも残っています。3人ずつが残った中で呼び気絶です。そしてガブハ、グローバルマンジュを気絶。残るは、厳しいか、ギエピーのみ。一方上からシーキングジョーズ、このグラフ車を壊すプレーですかね。車を壊すことによって、はい、少なくともあの車で山登れないようにしようという考えですかね。移動手段をしっかり塞いだような動きになりました、はい、一方ギエピー1人で残っていることが意味があるかもしれない。
他のチームの接敵、そして攻撃を待っている状況でしょうか。一方 AWM、 イリジョーム、イリジョーがいる。さあその前にケミ、これを通しては上位2名だ。さあアブラックが攻勢を始まっている。さあ味方が倒された。さあ小前をさあ一本玉に入る。イリジョームガガー、さあアブラックが倒した。さあ一方ここで一気にマロンも、これはパルス街でフィニッシュ。サンシスタースーサイダーズがドンカツを取りました。今のはラスカルジェスターが、まあ、シンキングジョーン選手がギエピー選手を打ったんですね、はい、でその銃声を聞いて、まあ、攻めるしかないって感じで攻めたのかなと思います。交戦が起きたからこそサンシスタースーサイダーズは動く価値があって、はい、そこからしっかりとラスカルジェスターを追い詰めに行ったと。そうですね、明らかにやっぱ上にいたラスカルジェスター有利だったので、まあ、そのタイミング逃しませんでしたね。いや、エッカさん素晴らしい試合でしたね。素晴らしかったですね。やっぱり有利な状況を逃さないというか、はい、はい、やはりすごいですね。試合慣れがしてますね。この後インタビューの方に行っていただきます。よろしくお願いします、はい、さあ改めて、まあ、今回の試合は、はい、やはり挑戦しに行ったサンシスタースーサイダーズ、特に小屋、はい、まあそこにアストロナインのガリル JP とあともう一人が入っていて、はい、1人ダウンはさせられたんですけれども、はい、しっかりとカバーに入って小屋を取ることで成功しましたね。そうですね、まあ、多分あの動き、おそらくは1人、2人ぐらいで車で移動して、でもう2人は小屋が出てくると打つみたいな感じで打ってたんですよ、はい、まあ、なんでその小屋にも近づくことができて、かつ、まあ、ハサミコで倒したという動きをしてたんじゃないかなと思います。一方でアストロナイン、あの小屋までは入れたんですけれども、その前、はい、味方が、まあ、無念にも、はい、ああいった形でね、やられてしまいましたね。はい、ああいうのはまあちょっとどうしようないところあるんですけども、はい、まあ、でも対策していきたいですよね、まあ、例えばその壁の近くではもう降りないとか、はい、そういうのはしていきたいですね、まあ、しっかりこう降りるときには確認、そしてなるべく、挟まれないようなところに1ドルと。そうですね、そうですね。いや面白い、形でしたけれども、それではインタビューの方をお願いしたいと思います。はい、見事トンカツを取ったサンシスタースーサイダーにインタビューしていきたいと思います。トンカツおめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、1戦目ちょっと陣が悪かったので、ちゃんとこう2戦目で修正できてドンカツ取れたのは安心しますね。あー、おめでとうございます。いかがでしょうか。前回の韓国戦の時にちょっと動きが日和気味であまりうまくいかなかったので、今回大胆に動いたんですけど、それがうまくいってよかったです。ありがとうございます。どうでしょうか。そうですね、やっぱ、まあ、終盤はみんなちゃんと声出てて、まあ全体的に寝てたんですけど、1試合はやっぱ硬い感じが全体的にあったので、それを直せてよかったです、2試合目で。おめでとうございます。どうですか。そうですね、緊張ほぐれて2試合目みんなで大声出したんでいけましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。次は最後第3試合ということで、今の意気込みをぜひお聞かせください。このままのいい流れ生かせて、もう一回ドンカツ取れるように頑張ります。ありがとうございます。サンシスタースーサイダーの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、スモモさん、はい、やっぱり1試合目ではちょっとね硬いシーンが見えて、はい、なんか2試合目修正できてよかったと、はい、こうなると3試合目さらに期待がね。そうですね、今のだってかなり動き良かったですかね。あの詰めるところで詰めて、最後の敵も山をね、むしろ不利なところをやっぱ勝ちましたからね。あれはもうチームとしてはもうよっしゃってなりますよね。かなりね 100% に近い勝つための動きだったと。そうですね、さあ素晴らしい動きを見せましたけれども、この後インターバルを挟んで続いては最終戦第3戦となります。おリーズフルト大丈夫か。おおおおおおいや、これ芸術点あげたいですね。ムッシュを取りに行きます。あー、シーキングジョーズ、俺の餌だと。これは取りに行く AWM。 そしてサンヘル8倍、完璧だ。あーマオタイペックス落としてあげろ。ああ味方を倒してムッシュを拾う、もうこういう判断も必要でしょう。マロンも通気路を取っていますが、この小屋ガリル JP、 サンシスタースーサイダーズ対、ここはアストロナイン、ここでダウン。 AWM、 リキッジョーズ、イルイッチが分かっている。さあその前にケミ、これを倒せば上位2名だ。さあアブラックが攻勢を始まっている。さあ味方が倒された。さあ小前をかダウン。さあ一本カバーに入る、リキッジョーズガガー。さあアブラックがかばした。さあ一方ここで一気にマロンも、これはパルス街でフィニッシュ。サンシスタースーサイダーズがドンカツを取りました。